で、僕2チャンネルっていうサイトをやってたんですけど、で、割とそのなんか2チャンネルっていうのはアングラなサイトで、なんかおかしなやつがいっぱいいるらしいよみたいなのが割と世間的に言われていて、で、掲示板サイトって基本儲からなかったんですよ。まあ今ちょっと時代変わりましたけど、なのであんまりやる人っていうのがいなくて、で、多くの人がいると多くの情報が手に入るので、見に行ってみるとそれなりに面白い情報があるんですよね。なので、そのなんかすごいアングラで悪いところだよって言われてるっていうので、え、どんなとこなんだろうって好奇心を持つタイプの人が行ってみると、あ、こんな情報もあるじゃん、面白いじゃんっていうので、割と定着するっていうのがあったので、なので、悪評は、そのなんか、悪評は無視に勝るだっけ、なんか、そんなことわざがあるのかないのかわかんですけど、なので、存在を知られないぐらいだったら悪評が広まってる方がよっぽどいいんじゃないかなって柴田さんが言ってました。